こんばんは。どうも。うどむさん、アイギフト。ありがとうございます。こんばんは。なっちゃんに雪りくなってるかもってコメントするところでした。1分ぐらいしか遅れてなくない？いつもじゃん。いや、充電がなかったんですよ。ほら。だからどうしようと思って始めようとしたら、充電がなくて本携帯で始めた。1分ぐらいしか遅れてないし、遅れてはないし、そう、明日くだらないと。宗弘さん、アイギフトありがとうございます。ゆうすけさん、アイありがとうございます。みきやくん、ラブギフトありがとうございます。土俵の範囲、そう、1分ぐらい、いつも1分ぐらいじゃない？そう、58分ぐらいにはここにいたんだけど、そう、充電がなかったんですよ。だからどうしようと思って待ってたけど、たまんないから。君はほぼ僅差だよ。ケンさん、かわいいギフトありがとうございます。うどむさん、アイギフトありがとうございます。そう、クラコンは明日は出ないですけど、くだらないとだけ出ます。ヤスルパンさん、はい、ありがとうございます。そう、クラコンは出ないので、くだらないとだけです。席替え。J アラート。わかんないや。テレビつけてないや。こんばんは。今日は自然体操。今日もね、目の調子が良くなくて、なんかこっちが変なんですけど。入れた時に漏れたのかな。レモンティーが漏れてた。めっちゃかゆい、めっちゃかゆいですよ、目。大切にするねーって、ありがとうございます。
目薬めっちゃ入れてる。こんばんは。ベーグルとサラダ、チキンとポテチ。ヘルシーなんかヘルシーじゃないのかわからんな。ポテチ、伊達メガネなかったっけな。あった。あ、でも反射するか。配信が反射してるわ。切り抜きたいな。ホットココア3杯ホット飲むの？熱くない今日。そう、ドア入ってない。これ伊達メガネ。配信を反射してるわ。こんにちは。服部さん、かわいいギフトありがとうございます。これでもおしゃれで買ったけどね、めっちゃ目が見えんよね、そっちから。あれが入ってるのかも、太陽 UV カットみたいな。なんかちゃんとした雑貨屋で買ったから。相手側から目があんまり見えない気がする。今日は雨っぽかったけど、雪リカパワー降らなかった？今日は雪リカパワーじゃないですね。普通に。今日は雪リカパワーではないです。うどむさん、はい。ありがとうございます。目がかゆいんですよ。そう、今日だって別にライブもなんもないから。ヤキリカパワーではない。心当たり？目？ちょっとあるけど。雨でした。雨だった？目かゆい？そういう時期なんかな。ね、一回吐き出したらめっちゃかゆくなった、余計に。配信終わった後ストレスラピタッと呼びました。お、晴れ男っぽくなってきてるんじゃない。目描いたら目描いたらね、余計痒くなるよね、赤くなるし。なんかね、抗菌目薬みたいなの買ったんですよ。また配信終わった後に入れる。抗菌。味噌菌食べたことない。マサさん、
愛、ありがとうございます。メガネ姿初めて見た。でも偽物だよ、メガネ、偽物メガネ。なんか反射しないでほしいな、このレンズを切り抜きたい。目薬怖くてさせない？嘘だ、目薬めっちゃいいじゃん、なんか目がすっきりする。20年使ってない、やば。そう、目薬めっちゃいいよ、目がコロコロしてる時に入れたらすっきり、目がシャキ。ジータさん、ハートありがとうございます。でも画面が反射してるからさ、みんなにはさ、私のさ配信画面がメガネに見えるくない？ほら唇のマーク見えるくない？ほら唇のマークが見える、メガネに配信画面の反射。みきやくん、唇ありがとうございます。ペンホゲナさん、ありがとうございます。メガネ、目がかゆいよ。こんばんは。今日はこれはレモンティーみたいなやつです。なんかお水に入れるやつ。配信見てたら自分も痒くなってきた。ダメやんそれ、悪影響だ、悪影響放ってる。でもわかる、なんか昔とかテレビでなんか痛がってるなんか仰天ニュース的なやつ見てたら私も痛くなってきたみたいな、ある。インフルエンサー目かゆいよね、なんか飛んでるんかな。蚊に噛まれるし、最近いっぱい。噛まれるし、足をめっちゃ噛まれてるんです今。困ったわ。カニカマ好きです。無比買わなきゃ。大型刺されやすいねって言うよね。こんばんは。大型なので。もう許せんね、後になられたら困る。あんまり書かないようにしないとね。この季節か。
もう冷房も入れちゃってるし、夏だわ。昨日 N クールも出したし、まだつけてないけど、涼しいお布団です。N クールはまださすがに早いから、まだ使ってはないけど、まだふわふわのお布団で寝たくない。ふわふわなツルツルの N クールはまだ早い。明日気温下がる？マジ？雨？暑くないよ。なんでも夜中は寒い気するんだけど、夜中そんなことないんかな。夜中は寒い気がする。こんばんは。ね、まだ毛布とかにくるまって寝たい。こたつ熱っ。雷鳴ってる。マジ？そんな大雨なんだ。広島は全然だよ。あ、でも今雨になってる。降ってんのかな。天気予報雨なうになってる。でも雨涼しいから好きです。暑いもん晴れは。アパホテルのエアコン効きすぎて凍えてますって。ホテルのクーラー泊まり。ね、雨の音落ち着くし、なんか雨の日安眠できる気がするし、ちょっとなんか涼しい感じもするし、そうガンガンの晴れよりは好きです。蒸し暑くなるかな。もう引きこもろ。夏は夏の引きこもり生活。え、降ってなかったけどね。でも今は降ってるって天気にはなってるけど、天気予報降ってなかったと思うけど。静かすぎてわかんないな。そう、明日はくだらないとと、くだらないと、くだらないと、そうアイドルは日焼けしてはいけないので、夏は引きこもります。最低限もう出たら焼けるので、私は本当に今でも焼けてそうだな。嫌だな。なるべく引きこもり。あとチリパのお便り、皆さんそろそろもう締め切りになっちゃいますよ。アームカバーね、探さなきゃ。なんかどこやったかな、日焼けグッズ探さなきゃ。ジーパー出した？オッケー。明日までなんでね、明日の昼まで。
アームカバーですって。え、どこやったかな、冬にどっか行くんよね、夏物って夏になったら冬物どっか行くし。アームカバーさ、なんかすごいどこ行く、冬の手袋みたいに。キツネさん、はい、ありがとうございます。コンパンワイングラス、おしゃれ。おしるアームカバーやだ、青じゃん、目立つ。ナルセさん、キスギフトありがとうございます。長袖着ようかな。プレゼントでアームカバー大量に来たらどうするって、どうしようかね。では2本しかないからな、カマジーじゃないし。まあファッションに合わせるしかないよね。ファッションコーデ、24本届いたら素敵ですねって。ケーキのろうそくじゃないんだから。24歳、 24、 まあでも割り切れるけどね。まあ23よりはマシですけど。でも紺色っていうか黒系がさ焼けないんじゃないの。白意味あるんかな、黒系灰色とか。偶数でお願いします、奇数はダメです。1本、でも夏はマジで全然外出ないから、私夏の記憶ないけど。でもなんか毎年チリパとかで夏は引きこもるとかいう話題をしてるから、それは記憶にある。日傘使う使う。いやいや、下北出たかな。もう海なんて言ったらもう丸焦げですからね。ホラー映画何のやつだろう。手元にある靴下の本数数えたら9本でしたって。1個どっか行ってる。わかるけど靴下なくなるよね。今日前髪適当です。こんばんは。でも夏は日焼け対策っていう理由をつけて引きこもれるから最高です。引きこもってばっかじゃなくて外出ろって言われるじゃん。だけどいや、日焼け大事だから、焦げたらダメだからっていう理由をつけて引きこもれるという、素晴らしい。春は花粉対策、秋は毛虫対策、冬は理由なく引きこもってたらさ、外に出ろって言われるじゃん。引きこもるな、休みの日も出ろ。脱で丸くなる。ダメ。
メじゃん、一年中引きこもりになっちゃう。こんばんは。スイカバー美味しいよね。コンビニにあったよスイカバー。もう出てた。スイカバーチョコが美味しい。カリッと。スイカバー。今日のアイスはまだ食べてないです。スイカバーといつもより眩しい君の白い肌に夏を感じるよって。白い肌で、アイス食べたいけどな。スイカバー、アンカバー。ラジオで一皮むけたのでって早すぎ、日焼け早すぎ。海の近くとかは本当に焼けやすそう。すぐ2回ぐらい皮むけてる。日焼けしても皮むけたことないんだよね。じゃあそれほど日焼けしてないってことが、まだ足りないってことか。ね、子供の頃めっちゃ日焼けしてたけど、皮むけるくらいは日焼けしたことない。めっちゃ黒かったけどね、運動部みたいな。マジで何の予定もないけど、土曜日に広島行きます。何しに。土曜日私は逆にいないや、広島ツアー。メンバーいないよ。土曜日は徳島だよ。日曜日は岡山だよ。徳島行きますね。徳島おいで。今おいでよ。台風1号さんじゃないですよねって。え、台風来てるの。久しぶりじゃない。徳島行けない。あら、今年初めてやね。久しぶり台風っていうワード聞いたの。そう、得するよ徳島。得する徳島。へー。
本当や台風。でもなんかあれだね、日本の下っていうか右下っていうか、丸かぶりとかじゃない。かぶり、徳島ラーメン食べたい。いいね、いいじゃん。食べなよ食べなよ、食べちゃいなよ。岡山はなんだろう、岡山岡山ってさ、駅結構栄えてるよね。なんもうちょっと前っていうか昔行って、数年前に行って、こんなに駅栄えてるのって思ったもん。イオンがあるからか。愛媛はめちゃくちゃ栄えてないですよ松山駅ですら一番大きいダイソーしかないですから。うどん屋さんとカレー屋さんとダイソー。いや岡山はなんか GU みたいなのもあったんよ、服屋さん駅のとこに。そうステラおばさんもある。すごいと思って。あ、市駅はめっちゃ栄えてるね。市駅はめっちゃ栄えてる。確かに。でも駅にダイソーあるんで超便利だよね。ステラお姉さん、確かに駅にダイソーって意外とないじゃん。だからめっちゃ便利なのかもしれない。ダイソーどこでもある。広島駅もあるんかいね、ダイソー。なさそうじゃない。そう、メガネです。メガネです。そう、栄えてるところでも意外とダイソーないから駅に。だから逆にダイソーがあるのは便利。駅何でも買える。あれ忘れたとか。ダイソー、ダイソーね。ダイソーで一押しのもの、でもダイソーはいつもあのスリーブとかしか買わないからちょうどあるわ。スリーブ、スリーブじゃない、硬質ケース。まあスリーブも買うけど、これはでもちょっと大きかったんですよね。ゴミ袋ね、確かに。でも私ゴミ袋まとめ買いめっちゃするんですよ。
放出ケース。ユンさん、はい、ありがとうございます。ゴミ袋半年分ぐらい一気に買う派なので、サイサイ買ってないですね。アイドルもゴミ出しますよ。こんばんは。ゴミ出さないとゴミ屋敷になっちゃう。こんばんは。たけるくん、はい、ありがとうございます。大掃除したいな、また最近できてなかったから。夏服出さなきゃいけないな。そして冬服をしまわなきゃ。いや、私大掃除定期的にやってるんですよ。最後の大掃除はあのサラピア来た時なので1週間半前ぐらい。定期的にやってる。でもサラピア来てたけど自分でやったんですよ。サラピアはずっと座ってて、その間に私は片付けた。今からビフォーアフター撮るからって、写真ビフォーアフター撮るために、まあすぐできたけどね。30分、20分、30分。ビフォーアフター撮ったんですよ。いや、ビフォーの前ちょっと散らかしてない。でもなんかカメラに収めたらさ、家って結構散らかって見えるんですよ。だからカメラ通してもアフター綺麗に見えるように綺麗にしたんです。アフター意外となんか写真で撮ったら汚く見えるんですよ、部屋。だから写真で撮っても綺麗に見えるアフターにしました。でもあれからちょっと時間経ってるので、ちょっとまた物があるので、物の片付けと、メガネ女子綺麗に汚しそう。綺麗に汚すよ。ゴミとかじゃなくて、こんばんは。服選びで出してそのままとか、なんだろう、買ってきたものそのままとか、ゴミとかではない。そう、ゴミはすぐゴミ箱っていうかビニールに入れてまとめてる。マサパンダくん、はい、ありがとうございます。服部さん、クマ、ありがとうございます。アフタヌーンティークマ、そう、洗濯物乾かした後そのままとか、そう、それこれですわ。ミキヤ君、はい、
ありがとうございます。ね、何かと荒れるんですよね。アフタヌーンティー、グマアフタヌーンティー、グマ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 じゃないよ、グマグマっていう歌があるんです。ソファの隙間にいるのが何者か気になる。ディリリリリディリリリこちらです衝撃映像。だから夏はあれが楽しみだな、怖い番組たち。タチいろいろあるから、いっぱいある。タチ本コアだけじゃなくて、そういうの平気なんやって。そう、平気っていうか、でも怖いなって思いながら見るのが楽しいんです。でもだいぶ大人になってしまったから、そんなビビりはしないけど、くるーって思いながら怖いのが楽しいんですよ。くるくるくる、きゃー、こんばんは。私のお父さんがね、ホラーめっちゃ好きなので似てしまった。なんかもう4歳とか5歳の頃、お父さんの部屋行ったらお父さんが一人で本コアとか見てたの。だから一緒に見てた。一緒に見る。父さん一人で怖いやつ見てるから、部屋で。普通一人で見んじゃん、大体の人は。なのに一人部屋でさ、こもって何してるのかと思ったら本コアとか見てるから、恐怖映像とか、っていうね。で、私が行かなかったら一人で見てるじゃん。でも私と見てたけど、毎年そう、毎年お父さんの部屋で見てた。こんばんは。で、それを受け継いでます、私今は一人で見てます。受け継いでます。親子でも、お母さんは絶対怖いの見させてくれないんですよ。弟もめっちゃ怖いの大嫌い。弟
怖いって言って、私お父さんに似たんですね。母は本コアとか一切ダメ、見せないみたいな、だからお父さんの部屋行ってたの。リビングとかでは絶対見れないから。追加のチーズバーグ、あれさっきベーグルとか言ってたやん。チャンネル、そうだから、でも家にあのテレビが何個かあるから、なんとかなる。リビングでは見えないね。ママさんは怖いんかな、分からんけど見るなって言われてた、ダメって。そんなもん見るな。一部屋に何台もはないね、さすがに邪魔すぎんそれ。一部屋には一つしかないけど、一部屋に何台もあったら難しいね。でもいいね、同じもの全部見れるね一気に。いいかも、3つぐらい並べて。新しいね、ビッグカメラ。確かにテレビ屋さん、テレビ屋さんになっちゃうわ。同じものは流さんけど、あ、テレビ？の映像を流してるテレビある？家電屋さん？ありそう。テレビね。配信とテレビ同時に見る。でもどっちかに集中してしまったらどっちかがね適当になっちゃう。携帯触りながら映画見るけど、あの家でね、全然入ってこないドラマ。 TikTok 見ながらドラマ見たりしてるけどマジで入ってこん。一個にしないとね。あと9分。え、わかる、見逃してね、え、何この展開ってなって戻すのにまたね。そうなんや、携帯放置してみんと。同じことです、同じことの繰り返しになっちゃう。あと9分です。皆様あと8分、あと8分。再度 TVer で見直す。そう、 TVer で見直しながらそれやっちゃうんだよね。あ、また逃したで戻して、なんかまた携帯触って、あー、またわからなくなったっていう。
感じなんですよ。今日は月曜日か。月曜日。月曜から夜更かし見なきゃ。公演の DVD 出してほしい。DVD 見る？なんか DVD あんま見ないじゃん今の時代。今週長いなーって。まだ始まったばっかだよ。1日目今週長いなーって思うのはまだ早いよ。それは木曜ぐらいに思って。フクフェス出演してねってね。フクフェス9月。こんばんは。アバターが。明日何食べるのか考えるの好き。いいじゃんいいじゃん。焼き飯大盛り少なめ。むず。普通盛りやん。大盛りの少なめか。ちょっと多いぐらいか。大盛りのちょっと大盛りにしてほしいってことでしょ。大盛りの少なめ。大盛りの少なめ。明日何食べるか楽しみ。いいね。最近それないや。ご飯。なんかメガネずっとかけてたらさ、鼻のここが痛くなる。ずっと跡ついてる。ほらちょっとここ重たいね。鼻のここが痛くなる。耳？マジ？耳はまだ来たことないけど。いてててててて。耳？耳か。ね、あとつくよね。ナイト20時25。多分なってるんだけど外したら見えないので大丈夫。めっちゃ目悪いの。くだらないとはね、あ、見れんかった。こっちで。そうだ、こっちはもう、あ、公式のやつ見たらいいんか。日割りは見なくても。8時半からです。文子さん、はい、ありがとうございます。8時半からです。
ゆきりかの夜配信は帰ってきてからだから8時半からでしょ。じゃあ10時は無理だよね普通に。まあ10時半とか11時とか。かな。あと2分。じゃあ団長読みます。13位たまごサンドさん、12位マサさん、11位パクチンさん、10位ルイさん、9位理化学研究所さん、8位宗広さん、7位ロボリンさん、6位キツネさん、5位つばさほしいさん、4位服部さん、3位みきやくん、2位やするぱんさん、1位ルドムさん、ありがとうございました。友達同士でいる時も今みたいにおっとりした感じですかって。まあ基本はこれだね。騒ぐところは騒ぐけど基本はこれです。カフェとかはこんな感じですよ。ほなまたね。であと30秒ぐらいある。おやすみなさい。またねー。ほなねー。はい。おやすみなさい。投げ目がね、ぴょんぴょん。めっちゃ汚れてるわ、指紋ついてる。おやすみー。